独占イルビーボ滞在期。イルディーボが昨日東京国際フォーラムでコンサートを行い、日本での初ツアーを締めくくりました。10日間にわたり東京と大阪で6公演を行い、延べ3万人の女性ファンを魅了。そこで今日は独占企画、4人の緊急インタビューです。 How was the first Japanese tour? You were here for 10 days, it's quite a long time. So please tell me, how was it in total? Well, it's been, you know, really surprising. We arrived first of all at the airport and it was probably one of the most, I mean,There were so many people waiting for us and screaming. It was quite surprising. None of us really expected to see so many people. And during the live, the fans have a red pen light in Japan. Here it seems in the encores, in the last song before the encores, that kind of every third or fourth person in the audience has a red pen light and starts waving it around, kind of synchronized, you know, the whole audience.そう、日本公演ではファンが自発的に赤いペンダント、ペンライトを振るレッドライト作戦を計画。 It looks beautiful from upstage and we have never seen it before like that, so we were very surprised. All the fans went right to the stage, you know? Is that just in Japan or...This woman, she looked to be about maybe in her 50s, possibly 60s. Her chest was right in on my knee, and she was getting squashed into my knee. I could feel that she was getting squashed. And I looked down, I was like, should I help you? And she looked up and said, I love you! okay, she's okay. 4人にとってとっても印象深いものとなったジャパンツアー。で、デイビッドはなんと日本での滞在期を自ら撮影。編集までしたビデオを持ってきてくれたんです。それがこちら。すごい。すごい。え？かっこいい。It's just raw fish. It's not my thing. テロップや音楽までつけるコリ用でした。But what do you think of David? Wow, very good. I mean, this time, this time did a good job. Yeah, we'll pay you later. Okay. さらに目覚ましテレビも今回のインタビューでこんな企画を用意。目覚ましテレビをご覧の皆さんの中から抽選で彼らへのインタビュアーを大募集します。そこで選ばれたのがこちらの2人、大のイルビーボファンだという井出さん親子。こんばんは。This is Tomiko. I'm so happy to meet you. Nice to meet you too. こんばんは。2人にはイルビーボにどうしても聞きたいことがあったんだとか。いい声で歌うために、気をつけていること、例えば体調管理ですとか、食事のことなど何か気をつけていることがあったら教えてください。Well, it's mainly, you know, resting, getting some rest and trying to eat healthy. And there's not much free time around Diva World. So that's pretty much what you have to do. For myself, that's what I do. I don't know for the other guys.ツアー中はとても忙しいと思うんですが、どのようにリフレッシュされてますか？ When the show's over, we just kind of rest as much as we can, and we get plane rides where you can completely switch off, and you can sleep or watch a movie and just tune out and do whatever you want. 1月16日からスタートした今回のワールドツアー。日本へ来る前にもマレーシアや香港、上海、ソウルなどを回り、この後はオーストラリアへ。お疲れにもかかわらず快くインタビューに答えてくれたイルディーボなのでした。ポイントは休息なんですね。そうなんですね、まあ、それほど忙しいってことでしょうかね。スイッチのオンという話でしたが、さあイルディーボの4人に会ってきたインタビューしてくれた遠藤玲子アナウンサーに来てもらっていますが、デイビッドが自作 の、うん、あのビデオ映像を作ってくれたんですが、うん、あれはもう目覚ましテレビだけのために、本当に、はい、目覚ましテレビだけのために作ってくれたんですけど、私たち側としては編集までするには頼んではいなくてですね音楽まで自分でつけて、ね、テロップまでつけて、テロップまで、はい、全部つけてくれた。映画みたいですね。そう、好きなんですね。パソコン使って合間を縫ってやってくれたということでね。映像ですね。そうだ、こうなってるわけですよ。
逆取材みたいな。本当本当ね。日本のファンに圧倒されていたようですよ。やっぱりあの世界中いろいろ旅しても、日本はやっぱりすごいと特に。はい。こういう風に見えていたと。あの映像を見るのはやっぱ初めてですよね。そうですね。全て取材側から見てますからね。まあ、でも遠藤さんも高島さんもね、初日見たけれども、遠藤アナウンサーも実際ユーディーボのステージを見て、そして4人に会って改めてどうユーディーボ人気の秘密というのを見たと思うんだけど、もう紳士なんですよね、会ってみて。はい、だから答えることもすごく真面目ですし、紳士ですし、やはり日本の女性を虜にするっていうところ、あの真面目さとか謙虚さとか、そういうところがいいんでしょうかね。アナさん、4人の仲の良さっていうのも、なんかこうほのぼのしててよくて、ステージ上でも誰かが歌ってる時にカルロスがずっと歌ってる人をこうね見守ってるんですよ、ステージからね。そうか、カルロスは女性だけじゃないんだ、仲間のことも見るんだ。仲間にも優しい。なるほど、こちらのカルロスね。まあ、とにかくね、引き締めまさる会場はすごいヒートアップぶりだったと私の知人も言ってですね、大興奮して、自分も興奮しながら周りを見てまた興奮しちゃうというね、そういう相乗効果だったみたい。一人一人見るとみんな結構濃い感じなんですけどね、いいアンサンブルにやっぱなってますね、それがね。はい、LDVO in Japan 大成功ということで、どうもアメリカ、ヨーロッパ以上に日本のファンは熱かったようであります。独占でお伝えしました。